2001年から2005年のトロロ県トロロ県は、ウガンダ南東部、ブッケディ東部の県。ブッケディ県の県庁所在地がトロロに移されて、後1979年にトロロ県に改名され、1991年に北部4軍がパリサ県に分割され、1997年3月に南部のブシア軍がブシア県に分割され、2005年7月に北部のブニョレ軍が、 ブタレジョ県に分割された。知事に相当する第5地域議会議長はエマニュエルオスナ。軍と同格のトロロ市に東西2区とトロロ軍に15の、計1 7の副軍に80の教区が置かれている。2002年の国勢調査人口のうち2005年以降のトロロ県分は398,601人。トロロの南西6キロメートルには、 スクル交渉群と呼ばれるカーボナタイとの交渉があり、臨海石、バデリアイトドローマイト、ハリ鉄鋼、赤鉄鋼、イルメナイト、ジ鉄鋼、パイロクロア、石英、小体とジルコン等が確認されており、ウガンダ政府は投資を呼びかけている。トロロには1998年に特に、エイズ関連の女性と子供への支援を目的として、 設立されたウガンダ5次農村開発計画の本部がある。北東にブギスのムバレ県及びマナフア県、南西にブソガのブギリ県、東にケニア西部州のテソ県と接する。ありがとうございます。